草勝富一12月7日から1972年8月24日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。君党は君一党。石川県生まれ。草掛は加賀大将寺藩に仕えた一族であった。金沢一中を経て四校に進んだが退学し海軍兵学校入校。死亡者3700名余りの中で3番で合格した。 卒業席時は179人中21番。同期に、井上成美大将、小沢寺三郎、岩村聖一、小松照久、桑原虎各中将などがいる。戦後の草川井上を批判することもあったが、困窮した生活を送っていた井上が、異潰瘍で倒れた際には、井上の教え子や部下達と共に治療費やめに尽力している。草川、宝術畑を歩み、 海軍部内の権威者であった、砲術学校射撃科教官、山城砲術長、第二艦隊砲術参謀、長戸砲術、海軍大学高校主学生を卒業し、北上、不装の各艦長も務めている、二2 2六事件に際しては強い怒りを示した、第一航空戦隊司令官、品方面艦隊参謀長兼第三、艦隊参謀長、教育局長を歴任した後、 海軍兵学校校長に就任する。同期生に、草川、兵学校に、行儀見習いに行くんだと言われ、本人も内心は、ありがた迷惑に感じていたが、赴任するや生徒と共に学ぶをモットーに授業、訓練に参加し、村風自然とした姿と、相まって、生徒たちに、つとむちゃんと呼ばれ、慕われた。黒板を背にした右から2番目が草川、左が山本56。 開戦後の1942年10月1日第11、航空艦隊司令長官に補せられ出生。同年12月24日、南東方面艦隊司令長官となり、終戦まで指揮を取った。ガダルカナル島奪回を目標に、米豪連合軍と激戦を繰り広げたが必ず、その後もラバウリを根拠地として、連日の航空戦を展開した。しかし、連合軍の攻勢は激しく、 戦線視察に訪れた連合艦隊司令長官山本五十六が搭乗機を撃墜され戦死した。草加が少尉候補生として練習艦隊で指導を受けたのが山本であり、親しい間柄であった。山本戦士の際は、その出発を飛行場で見送った草加の悲嘆は大きかった。連合軍のムンダコロンバンガラ上陸を迎え、草加は部員に長期を進め式に当たったが、 敗声は挽回できず、霊下部隊の玉砕が相次いだ。連合軍は、連合艦隊の根拠地であったトラック基地を襲い、所在の艦船、航空機は壊滅的被害を受けた。これに伴い霊下の航空部隊は、ラバウルを離れることとなり、草川、連合軍の攻撃に備え長期牢状の構えを取った。第八方面軍司令官の今村人陸軍大将と協力し、ラバウルに、 洞窟設備を作り、兵器の開発、新戦法の考案を進めたほか、自給自足の体制を確立するため、農地の開墾生活必需品の独自生産を行った。終戦の際、連合軍側は、幸福文書調印の代表者として、今村大将を指名するが、草川、海軍は陸軍の指揮下に入ったことはない。県軍の本筋から考えて陸軍には、 海軍の幸福調印の権限は許さないと、堅くなに主張し、海軍側の代表者として今村と連名で調印した。連合軍の飛び石作戦により孤立を余儀なくされ、自給体制をとっていたラバウルでは、終戦直後の復音の目処が立たなかった。1945年10月頃の日本本土からの放送で帰国は4年ごとの情報を得たラバウルの日本軍は、 自給体制を継続するとともに人材を育成して戦後の復興に役立てるため陸海軍一体となって委員を組織して兵隊の教育に努めることとなり旧正中学の3年レベルを標準として教科書を作成して各部隊に配布を実施したが想定より早い1946年3月頃から福音輸送が始まった豪軍による先般調査に対しては 部下をかばう発言や行動に徹した。自分自身が知らない部下が起こした事件や問題に対しても、それは自分が命令した、それは自分の責任であると主張し、私を罰することで部下の責任は問わないでほしいと要望したので、豪軍の担当者にも高潔な人物として非常に良い印象を与えたと言われる。自らも先般指名を受けたが無罪となり、 1947年2月に帰国した。先般問題では元第8艦隊司令長官、三河軍一及び元参謀長、大西晋三の裁判において、問題となった艦船の所属をめぐって対立している。三河、大西は起訴却下となった。復員後は、公職追放となり、長男と共に製本、出版を営む、講和堂を開業する傍ら、 旧部下の世話を積極的に行い、福音局に足しげく通っては、ラバウルで苦楽を共にした部下の状況を確認していたという。福音局の職員は、日本海軍の司令官は数多いが、俺の部下に変わったことがないかと未だに尋ねて来られるのは、草加さんだけだと述べている。戦後、加算制度の廃止により、恩給を受けられない、旧軍人たちの救済を目的に、 軍人恩給の復活運動に尽力、1961年に軍人恩給復活達成を果たすこととなった。この際の活躍から火山の草加とも呼ばれた、軍恩連盟全国連合会名誉会長等を務めている。海軍ラバウル方面会会長に就任し、戦没者の慰霊、遺骨の回収にあたり、1970年、ラバウル野球部下の玉砕地等を訪れている。 草加は81歳の高齢で健康状態は良好ではなく、周囲の者が止める中、草加の強い要望により、ラバウルに向かった。同時に、ブーゲンウィル島の山本五十六が登場していた一、四季陸上工芸機器の墜落現場を訪れ、長官、遅くなりましたが、草加ただいま参りましたと述べたという、翌年もソロモン方面に赴いている、非常に頑固で短気な性格であったと言われる。 筋の通らないことに関しては一切妥協せず、たとえ上官であっても激しく叱責したので、海軍内では浮いた存在であった。ラバウルでの陸海軍共同会議の際には、激しい論議を交わし、同席していた今村人氏陸軍大将も、たまらず激しく反論したという逸話も残っている。一方気さくな性格で、主席では砕けた態度を見せた。熱心に散然しており、 女性の上官した潜水艦の行方不明が伝えられても同様は見せなかったが、五国草川座禅を組んでいた。先犯裁判を受けるため、シンガポールに護送されている途中、万兵が元日本兵にビンタをしていた。草川と目に入ったが、その万兵は草川を耳が聞こえなくなるほど殴りつけている。草川黙って耐えたが、周囲の者は真の武人を見る思いだったという。 戦後、アメリカ海軍大将アーレイ・バークと深い信仰を持った。アーレイ・バークが反日課から一転して、新日課になった理由の一つに、草加との交流があると言われる。息子の外吉は、海兵に進んだが在校中に終戦となる。戦後の外吉は、共産党と関わりがあり、選挙に出馬する噂があった。草加は、死の床から、ぜひ立候補生。 私が応援してやると語ったという、外基地に立候補するつもりはなかったが、父は、思想心情を超えて、息子の味方であったと回想している。異界勲章等、ラバウル戦線以上なし、が、東閣一企画戦い離行どう。1958年、ラバウル大人中の出来事を中心に著述している、提督、草勝と無一 P483、提督、 草勝と一 1P112 草加の同期生で、共に、ラバウルで戦った第八艦隊司令長官、サメシマグジューと同様に人格者として知られていた。草勝と一1、1958年、海軍生活砲団、PP577 から584、なお大西は、草加ではなく福音局に、不信感を抱いている。総理長官房官坂編。 公職追放に関する覚書該当者名簿、日比谷政経会、1949年、28ページ、NDLJP、127万6156、ビッグマンスペシャル連合艦隊、下官劇闘編世界文化社、B172、提督、草勝とむいち P434、官報大戦4十号、除人及び、 事例1916年1月22日、官報第5664号、除人及び事例1945年11月28日、ありがとうございます。